駿河海光雄は、静岡県静岡市出身の元大相撲力士、元プロレースラー。本名は、杉山光雄。1920年1月1日に、静岡県静岡市で生まれる。幼い頃から体を動かすことが得意だったため、天竜三郎が結成した関西相撲協会へ入門したが、番付に掲載してからわずかに場所の1937年12月に、 解散となったため、日本相撲協会に起参するものと同時に新規加入し、1938年1月場所において出羽の海部屋から初土俵で踏んだ。四湖名は出身地と天竜三郎にちなんで青い竜とした。1939年5月場所から四湖名を駿河会と改名して順調に出世し、 新十両となった1942年1月場所で13勝2敗の好成績で十両優勝を果たすと、同年5月場所でも14勝1敗の好成績で十両優勝を果たし、1943年1月場所で新入幕を果たした。十両時代は、東、富士金一、潮の海運、上門とともに将来を大いに植望されていた。この頃から塩野海が、 赤鬼と呼ばれていたのに対して、駿河界は青鬼と称された。組んでも離れても十分に相撲が取れる取り口で、突っ張ってから左四つになってからの釣りに威力を発揮したが、新入幕の場所で膝を負傷したことで、その後は一度も幕内で勝ち越すことができないまま、1945年11月場所を最後に廃業した。主な成績場所別成績大相撲を廃業した。 駿河会は自身が経営する少量リアで細々と生活していた。そんなある日、日本プロレスを創立した力道山がやってきて、駿河会にプロレス入りを直接要請した。最初は足の怪我で引退したのに、今更プロレスなんてやりたくないと拒否した。力道山は真面目で人格者、さらに人脈が広い駿河会を非常に気に入っており、 日本プロレスへ入れれば大きく発展できると判断したためである。やがて力道山の熱意に根負けした駿河会は地盤が固まるまでという条件付きでプロレスへ転向した。大相撲時代に膝を怪我していたことで周囲からも活躍はできないと思われていたが、1956年の重量別日本選手権大会に出場すると初代日本ジュニアヘビー級王者に輝いた。 しかし、力道山との権力闘争が勃発すると、プロレス界に嫌気がさし、東富士と共にプロレス界を引退した。2010年11月24日、超閉塞のため入院先の病院で死去。90歳没。ありがとうございます。